川野くん。川野くん、うまそう、これカルボナーラ濃厚って書いてある、濃厚。はい、全然会話がない。なるほどです。はい、どう？はい、どう？お久しぶりでございます。どうです？元気やった？はい、なんとか。いや、パンツに行きたかったぞ。もう来てなかった？誰も来てなかったよ。いや、全然あの、知らなかったんで。動画を見て知りました。あ、何が？誘ってなかったと？何が？算数。ああ、算数は…そうね。ボサッとしてる。朝が弱いから。もうゴールです。今日もゴールです。行けないと。ちょっと二日酔いで今頭が痛いですよ。どういうことやけんね、前の日はね。年内いっぱいでやめるんで。え、そうなの？来年からまたフットワーク軽くなるんで、前乗りキャンプもできる。やっぱ夜の仕事取ったらきついよ。多分俺らとかまだいいけど、飲み屋はアルコールだね。そう、飲まない感じで時間も遅いもん。俺らバンバカで大丈夫。これなんかほら1時まで入ってくるやん。12時までですよね、受け取り。うん、そうそうそう。片付けても1時前に来るよね、店で。ゆるなみ、ゆるなむ。今度5月ぐらいですよね、多分。3歳ぐらいしたんですよ、ね。あね。予行練習も。アスターを追っ込んできました。おぉ、いや、楽しい。休憩時間にワンオンワンとか、ちょっと未完成。あれでここ詰めてって言ったのに、なんか知らんけど、ハイダー短くされたんですよ。なんか短くなってるじゃないですか。あれ、ここ詰めてって言ったのに、ここ短くされてやばいでしょ。どういうこと。で、まあ、今ちょっと言ったら新品今取り寄せてるらしいんで。こっち削ってるから。普通はアウターを詰める、ね。はい。いつらにして欲しかったんですか。わかるわかる。この前のあの10代来たんです。あ、RPD ですね。今、LCT に入院してます。入院？いいよな、あれやろ。カフェ行ってんやろ。動画撮ったやつ。うん。あ、もう今日持ってきた。あ、持ってきた。はい。あれかっこいいよね。いいね、あれ。もう俺もしてもらおうと思っていろいろ聞いて、要は、どういう風にするかっていうので、俺の場合ってあのフレームを刻印埋め直して彫り直しない。でそっちを別で出しとって、で、まあ、最終的にセラコートまでして完成なんやけど、でもあそこ、まあ、塗装出すとしたらセラコート剥がさないかみたいな話になって、でもったいなくないですかって言われて。すいませんね、午後新たに組み分けました。前の方でもご確認でマーカーですね、到着お願いします。で、なんかあの、逆に今作業出してる、頼んでる人に聞いたよね。その、埋め戻して、掘り直しで、そこでやめてほしいみたいな、セラコートに出せるように。で、向こうに塗装を出して、セラコートをしてもらうた方が、二度手間にならんし、の方がいいかなと思ったら、問題が発生して、この前連絡が来て、掘り直すのはいいけど、グラフトかけた時にちょっと前のあれが浮き出てきたり可能性とかもあるし、なんかあんまりやるとこうなんか歪みが出るみたいな、このフレームのちょっとで、そこがちょっと今悩みどころなんですよねみたいな。どういうその
カルさんとかがどういうことをするのかによって、なんかどうしたらいいかなっていうと、それが本当に意味がないかな。昔はまだキャバクラ30時まで開いてたんですよ。それが厳しくなったんで、逆に運営法でね、流れは早くなったんですよ。って考えると、昔とかは3時4時ぐらいから入りだすんで、バーにですね。ってことは、じゃあ何時まで開けないかんとみたいな感じになってくるじゃないですか。それやったらもう早い時間開けたくないよね。これドラゴン、これはドラゴン、うん、なんかなるね。結構洗いました。これは、はい、当たりでした。答えに言うと、答えじゃ全然弱くてあるよね。カーフィットがめっちゃすごかった。俺の A1 もひどいもん。うん、もう、えっていうぐらい相手な、何これみたいな。その、素人というか、全然そういうしたことない人にできるって聞いたんですよ。そしたら、ちょっとやってみますって言ったんですよ、この試合で。じゃあ何も言えない。で、中もカダやね。アスター入れてもらってるし、10万円分カスターをしてくれてる。はい、え、じゃあそれもキレッキレ。はい。キレッキレ。オスみたいな、ね。オスみたいな。2ヶ月でできるって言ったのに半年くらいかかった。はい、まもなくゲーム開始します。まもなくゲーム開始します。ゲームソフトされる方、ヒントをお願いします。もう一度やり直そうと思ってる。シーマとかここら辺まで来とるよね。あー、でも形は正解だよね。ああ、サラさんの画像を買ってきた。なんかここのさ、ピンもさ、細いだの太いだのいろいろあるよね。なんかどっちが正解なのみたいな。いや、逆にな、ら DNA とかのやつはここのピンが細いらしいね。で、それをわざわざあのウェイテックのやつにピンだけ変える人も いるらしくて、どっちが正解なのみたいな。分からないな、あとこういうとこの形状とか微妙な、なんか言われてもよう、ピンとこんようなとこ。遊びがあるね。それをちゃんと直してくれって言ったのに、それもしてないですよ。あ、それアルミ？はい。ここが多分、もうちょっと削らなきゃいけないんですよ。中を？はい。この、ぼっちを多分、はいはいはい、噛んでないの？綺麗。いや、噛んではいないですよ。噛みすぎてるんですよ。で、余りがひどいって言ったんですか。結局、はい、噛んじゃう。1ミリ分ぐらい多分こう遊びがあるので、そのぐらい削ってやれば多分ちょうどこれが綺麗に入ると思います。イモネジ入れ目で、あれしても、あ、多分これを一回もう叩いて取らないかんですね。あ、これピン止め？はい。あ、本当だ。ピンを取らないかんです。あ、ネジじゃないんや。はい。あ、じゃあその穴の位置も違うんだ。丸いの純正とか、こうイモをネジなっとって、はい、上からこう、ドライバー差し込んで、はい、上にプラスネジなっとるもんやけん、ここはがっちり締めれるってこと。ああ、これ刻印とかどうなる。でもこれ、ここだけ、こんだけ遊びがあるけん締めれるってこと。そうですね、うん、ピン抜いてからね。はい、でこれ、A1 のものです。ああ、はい、こっち側のハンドガードも
DNA のやつがあるんですか。これどこのハンドガード。これ、ジアンドッキーの純正です。まあ、結構細いっちゃ細いですね。いやー、俺のやつも今月中には上がってくるような話やけど、その塗装の段階でどうしたもんかねっていう今ちょっと、何社長みたいな社長、犬がなんかお疲れ、おい犬ずっと抱っこされてる。あ、本当ですか。誰、どこだろう飼い主って言いながらあ、もう映ってる。あ、はい、ゴリラカレーのお姉様が UN の釣りから殺されてるんですか。本当やね。ウッドランド売ってしまった。いいような気がする。ゼロ四の円のなんか新しい。もったいない。手直しは出そうと思うんですけど。そこに分解されて部品がなんかなくなっちゃったみたいな。はい、あ。しかもなんか A2 の品がついてる。これ持ち。今日ラインします。今日持ち。持ち動作。持ち動作。もうね。そう。そうそう。これは純正じゃなくて DNA の。タバコ吸いきますか。持ち物。